どうも。あ、音聞こえます？なんかね、今日ね、12時から配信しようと思ってたんだけど、ネットが止まったんですよ。また未払いで。コメントビューは OK。映像どう？ちょっと、セッティングいろいろ変えたんで、画質の方上がってるかな？配信の方どうかな？ちょっと音量と BGM のバランスと、とうとう教えてください。のんちゃんまだ蛍光灯つけないんだめ、これ、うん、まだダメね。 OK、 音量どうすか、聞こえる？音量と映像とあとコメントビュアーのまあもろもろの普段の配信の声聞こえてるかどうかとか、多分ね画質はね普段よりいいはずなんだよね。どう？普段よりいいっていうかちょっとアップめにしてるんだけど聞こえる？うん、今日ね14時からあの本ちゃんの枠開こうと思うんでテスト配信ですね。聞こえる？全く問題ない。 BGM とのバランスは？ BGM がでかいとか小さいとかある？全く問題ない、全く問題ないか。2画面になってる。問題ない？ここでも声聞こえる？バランスもいい。あと蛍光灯のノイズだけ入ってるよね、多分ね。蛍光灯のビーンって音だけ切れば大丈夫だよね、多分ね。 OK、 全く問題ない。あれもない？なんだっけ、ラグ、ノイズはね、これね、電気切ったら一回のんちゃん切ってもいい？消えたら教えて。消えた？多分これでノイズ消えるはずなんだよね。消えたでしょ？全く問題ない？消えた？こっち側でもこっち側でも消えた？ノイズ。オッケー。何なんだろうね、この蛍光灯のビーンって音。すげえ嫌なんだよね。すげえうるさいんだよね。消えた？OK か。画質は？問題ない？映像の方も問題ないかな。これもチェックしようか。あの15 OK だね、問題ないかな。問題ないね。大丈夫ない、OK、全く問題ないっす。じゃあまったり雑談でも30分やろうかな。配信環境変えたっていうかね、ちょっと画質高めにしてるんだよね。のんちゃん後ろで電話使ってるわけじゃなくて、のりこは今メイクしてる。後ろでメイクしてる。電話使ってないよ。のんちゃん手振って。綺麗でしょ。のんちゃん今お化粧してる。2時に繋いでこう。いや、一回ね、この30分終わったら、あれっすね。お風呂入ります。髭剃ったりとか。ちょっと今日はね、2時にリスナーさんに大切なお話があるんで、それがちょっと話したい。ちゃんとね、記録に残る配信になると思うんで、もしよかったら2時見に来てね、みんな。2時見に来て。うん。いろいろとしっぽりと本音でリスナーさんと向き合いたいなっていう気分なんで。ていうか蛍光灯のノイズ結構でかいな、音的に。ビーってすげえ気になる。最近どうですか？昼間ね、全然夕方にね、配信してないから、この辺の時間帯ね、リスナーさんあんまりいないんだけどね。ちょうど昼なのか、昼休憩か。もしよかったらね、2時の放送見に来てください。いや、いるかいらないかとか、まあ、いろいろあるんで、ちょっと。ロムっててもいいけど、できればコメント書いてもらいたいかな。ちょっと今日はコメント書いてもらえたら嬉しいかな。いろいろとこうね、やっぱ6年もやっていくと思ってる部分があるから、まあ全部含めて2時に話します。まあねるさんとねゆかちの結婚はめでたいよね、本当に。狐
狐にはできないんだよね。ちょっと申し訳ないんだけど、本当はね狐でやりたいなと思ってたんだけど、ちょっといろいろと諸事情があって通常枠になっちゃいます。ステアカ作っといて、もしあれだったら2時の放送用にステアカ。最近昼から夕方見る配信ない。あー、じゃあちょっと多めにやるよ、うん、知り合いが来るのは3時、だから2時から3時まで、あー、じゃあ2時から3時だ、そう、1時間ちょっとしっぽり話す。あの、知り合いが来るのは3時です、うん、そう、うん、そうそう、今日配信覚えたいっていう人がいて、千代子は僕ですだろ、千代子儲かってるからな、あんなにうまいことできないよ。俺ね、千代子はね、あの、うなちゃんまんこなんじゃないかって思ってんだよね。ホワイトノイズはね、あの、あれ、ホワイトノイズってなんだろう、音のノイズのこと、映像のノイズ。これね、カメラのね、設定2カメでやってるからだと思うんだよね。こっち側問題ないんだけど、こっち側がね、白飛びしてるんだよね。なんでなんだろう、ちょっと見てみようか、左側。もしよかったらバランスいいところで教えて。ホワイトバランスでいいのかな、ホワイトバランスじゃないな。え、これどこでいじんだろう、白飛びしてんのって明るさ、これくらいかな、これくらいで OK？ これくらい白飛びしてる。デフォルトの設定なんだけどな、なんかね、カメラがね、型番が違うからずれちゃうんだよね、右と左で。鮮やかさ、鮮やかさがちょっと足りない、これくらいかな、どれくらい。荒れてる頃顔出してないから、うん、荒れてる頃顔出してないから、今、いや全然コメントしていいよ別に。お、俺は特にないよ、リスナーさんに対してああだこうだっていうのはない、ない。だから気にしすぎなんだよ、リスナーさんが。全然普通に、俺懐かしい人とか来てくれたら嬉しいから。こんなもんかな、設定こんなもんじゃない。ちょっとこっちの方がいいカメラなんだろうな、多分、うん、のんちゃんかわいい、うん、のんちゃん今日メイク中だから。大事なお知らせ、忙しくて見れないわ。マジか、あ、そっかそっか。まあまあ、YouTube に動画上がるんで、それ見てもらえれば。まあ、二度三度は話さないけどね。もう、あの、申し訳ないけど。二度三度は。マルチカメラ環境にした、今日。今日ね、3時にね、あの、配信やる人が来るの。そう。なんかうなずいてる、うん、こんにちは。僕のこと覚えてますか？キツネ20号さん、わからないです。ごめんなさい。まあ、まったりだな。録画は、ふわっちには俺は残さないスタイル。俺はふわっちの録画を全部 YouTube に上げてるね。今日お客さんが来るの。あの、配信やりたい人が来るから。そうそう。だから録画はね、YouTube 見てもらえれば絶対残すね。うん。配信やりたいっていう人が、なんかお金を稼ぎたいんだって。で、あの、全然携帯電話とかわかんない人だから、あ、いいっすよって言って。そうそうそう。うん。その人は3時に来るね。珍しいよね。この家に、あの、まだ入ったことない人だよ。あの、浅井さんと、誰だろう、のりこと、あと誰いる？たくみさんぐらい？石野か。石野はもう住んでたかんな。この家に結構人が来るって珍しいからね。部屋はね、綺麗にした、一応最低限で、ね、ソファーに座れるぐらい、うん、携帯わからない、携帯はわかるんだけど、なんかアプリとかゲームとかをやらない人で、でもなんか配信、なんかなんて言ってたっけな、まあまあそれ後で話すことになると思うけど、アメリカに行きたいとか言ってたね。うん、卵味噌も来てるか。まあでもこの部屋にね、配信者来るのすごい珍しいよね。配信者じゃないけど、これから配信者になるっていう人いっぱい来てるじゃん。いっぱい来てるね。え、でもさ、6年間住んでてそれしか来てないって少なくない？ヒカルくんでしょ、テルチャンピンも来てるわ。結構来てるな。
テルもヒカルくんも来てるわ、うん、いやいや、別に普通に配信始めたいっていう人めっちゃ来てる。そう俺だけどもう全然交流ないよ。いや弟子にはならないよ弟子にはならないならない、うん、さーてノイズは電気を消したら治る。今のんちゃんが後ろでメイクしてるのね。で電気ついてるから、この蛍光灯が問題なの。上についてる花火うぜえな、うん、蛍光灯切ったら治るから本番は大丈夫。さーてノイズは治るよ。今乗り子都合だ。鮫島さん、のぞみさんもあるじゃんダブルノンタンコラボもやってるもんね、うん、大したことねえってどういうこと？ノイズ、うん、コンサル？コンサルじゃないよ別に。え、俺全然配信外とかでやってるよ。カメラのセッティングを教えてくださいとか、なんだろう、機材どれ買ったらいいですかとか全然 LINE とかでやってるよ。またネット止まった今日も。チャンピンピザ買ってくれた？そう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 、懐かしいね、うん、のんちゃん映して、だってみんなのんちゃんが見たいんだって。久しぶりだからのんちゃん手振ってあげてよ。のんちゃん今忙しい。ロハコさんも来てるか。結構来てるな。ロハコさんも来てるね。あと誰来たかな。ロハコさんも来たね。懐かしいよな、そう考えると。チャンピンまた暴れて警察だった。えー、また暴れたの？なんで？なんで暴れたの？あ、ポチエムも来てるね。ポチエム懐かしいな。ていうかポチエム配信やってんの？うん。まあまあまあ、どんな話かはちょっと14時に話させてよ。うん、ちょっと俺も腹くくんねえといけねえなっていう時だからさ。まあいろいろあるんだよ。U2 は家の前まで来て、のりこが人参投げて帰ってった。シュランっていうか、テルは酒合わないと思うな。よっ、ボチエム配信続けるって言ってたよ、あの時。やめねえからって言ってたけど、どうなんだろうね、やってないのかね、全然わかんねえな。やめちゃったのかな。アキラッパは俺の家乗り込んでたけど、俺がなんか外に出てたからすれ違いだね。ポチエムはやめちゃったんだ。うん、心折れちゃったんだね。まあまあ配信やるべきじゃないよ。配信で飯食うの辛いもんな。もう本当に一握りのさ、気違いがさ、売れるだけじゃん。限界があるよ、うん、今日はね、カメラアップにしてんの。今日はテスト配信。今この2画面になってるから、こっち側に多分お客さん座ってもらおうと思ってるけど、ここに座ってコメント多分ここで読むと思う。で、こっち側で俺が喋るっていう感じだから、2つの顔が映るって感じかな。今日は2カメでいきます、珍しく。だからちょっとアップ目にしてる。ロンタリーさん分かんないよ、俺全然絡みないもん。木の本とロンタリさんの違いが分からない。分かる？これ木の本さんとロンタリが同時に来たらどっちがどっちか分かんないんだよ。どっちがどっちか、うん、そういうもんでしょ。俺マジで分かんないもん。あ、そうなんだ、復活したんだ。その知り合い俺たちが知ってるやつか。いや知らないよ、そんなの。そんなの分かんないよ、知ってるか知らないかな。なんで俺の知り合いが俺の知り合いがリスナーさんが知ってるか知らないかなんか分かんない。いいじゃん、新しい配信始める人、全く外部の人なんだから。お前ら新人とか辛いよな、うん、新人辛いよな、うん、柏木も来てるね。結構来てるな柏木も家に来てるね。マイクの性能結構話しても使えるんだな、これ。大丈夫だね。よかったよかった。エンジェル・ギノワンは俺の部屋には入ってないよ。うん、そんなことよりケツの穴かゆいけど質問ある？ねえよ。うん、
部屋片付けるとかどうしよう。一応先輩だね。うん。14時から来れないのマジで。マジか。残念だな。まあ動画見てくれると嬉しいかな。うん。まあみんな忙しいもんね、この時間帯ね。もしよかったら来てもらいたかったけど。うん。残念だよ。楽しくはないと思う。楽しくはないと思う、正直な話。あの結構重たいヘビーな話ですね。柏木と柏木は別人ですね。結構ヘビーな話ですね。殴り合ったりはしない。殴り合いはしない。のぞみさんは怖かったっていうよりも意味が分からなかったね。朝起きたら知ってる声がしたからね。のりこさん、のりこさん、なんで友達じゃないの、なんで裏切ったのって聞こえてきたから、なんかこの声聞いたことあるなと思ってパッと起きたら、のりこが正座してて、のんちゃんは悪いことしてないよとか言って、ダメだよダメだよって言ってた。口喧嘩とかはないよ。殴り合いか性的な話。いやいや全然全然、あのまあまあそう、しっぽりと、あの話、まあまあ6年やっててさ、まああの最近悩んでたじゃん。ね、まあ腹くくったからさ、いろいろともう今日って決めたから、まあまあまあ2時に会いに来てください。のんちゃん知的障害どころか結構頭いいぞ、のりこ。のりこは結構頭いいぞ。まあ、間違いなく言えるのは俺よりも頭いいよ。そういう話じゃない。金は今でも欲しいから、今も欲しいから。いつ何時でも金はくれだから。こじきだから俺は。のんちゃんもわたさんも大好き、ありがとう、ありがとう。ああ子供みたいな、いやあれだよ、大学院出てるよ。学歴は結構高いんだよ、のりこ。だし頭もいいよ。まあ喋り方がねちょっとあれだけど、あうあうあな感じだけど。お嬢様だから、まあおっとりしてんの性格が。一万人リアとつさびね、それも振り返ろう。それも振り返ります、振り返ります。パスローやってないですね。全然、いやいや行きたいぐらいだよ本当に。もう本当にそれどころじゃないんだよ本当。もう寝て打ち合わせ撮影放送、もう本当にバッタバタ。死ねって言わないでよ。喋り方はあうあうあう。のんちゃんの喋り方でも好きだけどね俺ね結構。俺声フェチだから、声フェチなんですよ。まあまあでも問題ないね、ネットはつながってるよね。で映像ラグは出てる、携帯電話で見てて結構回線重たくしてるんだけどラグ出てない、あの声のズレとかも出てない。 KP どう、大丈夫、全く問題ない。プツプツとかやだからさ、あの携帯電話で見てる人とかパソコンで見てる人がラグ出てるとか音がずれてるとか、ちょっと今日は配信に集中したいんだよね、喋りに集中したくて。あ受け口ってたまに言われるね、しゃくれてるとこ顎ないけどね全然。ほら石井大丈夫、ありがとう、こんにちは。とうとうダンカンの付き人になれるのか。まあまあまあ後で話しますよ。なんで今日に限って滞納なんだよ。いやいや今つながった、つながった、すごいよ。今コンビニで払ったらもう家帰ってきたのつながってたもん、つながってた。のんちゃんと海宝さんを比べないで、それぞれすごく素敵な女性だから。比べてない。比べてない、一切比べてない、全然比べてない。まあ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 焦らないでさ、2時にちゃんと話すから、2時にちゃんと話すから。お金はなくなったんじゃなくてもともとないです。はい、顎なしだけどしゃくれてるって意味わかんないよね。いや14時から1時間喋る、
14時から1時間喋って、でその後お客さん来るから、あのその人が配信見たいって言ってるから、その人が配信つけるかつけないかはちょっとまだわかんないけど、赤毛の方が良かった、マジで。来客は15時なんだよ。来客は15時。いや、まあ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 、後で話そう、ちゃんと話すから。うん、まあできればなんだけど、14時から最後までこう見てほしいかな。あの6年間いろいろあったから、あのもう囲いとかアンチとか関係なく、全員あの携わったことある人に一言言いたいことがある。ちょっと、うん、上下のコメント気持ち悪い。上だけにした方がいい、上だけにした方がいい、下だけにした方がいい、どっちがいい？上だけと下だけ選んで。狐では開かない。だからもしコメント書いてくれる人は捨て垢作っといてもらいたい。うん、ちょっと今日まあ1時間だけ俺に時間くれたら俺は嬉しいかな。うん、本当に話したいことがあるから。1時間だけちょうだい。時間を。下だけの方がいい。下だけの方がいい場合は。上いらない ?OK。ちょっと待って。じゃあ調整するわ。上がいらないってなると、これを削除して。あ、でもテスト配信やってよかったわ。下だけでいいの。うん、わかんないよ、びっくりするかどうかは。びっくりするかどうかはわからん。まあただまあ腹はくくったよ。腹はくくった。こっち側も上だけでいい。これを消して削除して、でまあ総括も話すし、まあまああの1時間時間ちょうだいっていうことしか言えない。ちょっとさ、あなたたちさ、もう本当に決めつけが半端ないよね。あのもう本当にあの決めつけ、情報の湾曲、解釈をねじ曲げるとか、もうそういうのやめようよ。もうのんちゃんはまあメイクしてるっていうことで察してください、はい、だからあの人の話聞けよお前ら本当に、うん、塗りすぎてるよのりこ。見る？のんちゃんこっち向いて。かわいいね。こっち向いて。あうっふーんって言って、うふーん。のんちゃんかわいいでしょみんな。いやいや、まあまあまあ、俺も6年やってんだから1時間ぐらいさ、いいじゃない。うん、あもちろん重大発表。まあ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 、別にあのそんなもうそんな時間ねえよって言うんだったら見なくていいよ。そんなね、俺は時間欲しいけど、うん、何自意識過剰じゃないよ全然。早めに来た。あ違う、これテスト配信、あの機材の環境、ネットが止まったから、あの2時からだから、2時からだから2時から話すっつってんだろうがよ。2時から話すんだよ。2時に話すから、2時に話すから、うん、2時に話すから。テスト配信だよ、テスト配信。うん、 OK。 しつこいよもう。アンチできるやついなくなるだろう、引退すんな。だから2時に話すから。なんなの本当、早漏なの、早漏なの、うん、ねえのんちゃん、うん、早漏だよねこいつら、うん、言ってやって。ソロ。いやいや、ご祝儀とかじゃないよ。うん。あ、了解。うん。うん、あ、すいませんすいません。違う違う、俺が今ひげ剃ってお風呂入りたいの。風呂入るから。うん、風呂入る。のんちゃん気をつけてよ。あの冷蔵庫映ってるからね。着替えないでよ。俺の唯一のふわっちの番、のりこの乳首番だからね。ラッキーだったよね、のりこの乳首見れた人はね。今だってテスト配信の、まあまあ
のんちゃんが気づかないでバッて脱いじゃったら冷蔵庫におっぱい映ってたっていう、うん、俺は風呂入るよ。俺1日2、3回風呂入るぞ。めちゃくちゃ風呂入るよ。いやいやいや、鳴らしで喋っておきたいなと思って。いや、まあ1時間パッて風呂入る。1時間パッて風呂入る。うん。風呂の入りすぎで髪の毛抜けるのあると思うんだよね、俺。あると思う。朝は結構喋ったかな。うん。もしよかったら2時から来てもらえると嬉しいな。2時から1時間ね。まあでも大丈夫だよ。あの、タイムシフトを YouTube に残すから。閲覧は欲しいよ。配信者だもん。閲覧欲しいよ。かっこいいな。和道のアンチなんてもう古いってかっこいいね。今新しいの誰の？風呂入るたび、まあシャンプーは必ず朝はするかな。朝シャン。まあ YouTube 見なくていいよ。じゃあ。何でも否定するんだな。もうなんか否定を しまくって、あ、ありがとうございます。花火ありがとうございます。ありがとう66号さん、ありがたく頂戴します。花火ありがとう66号さん、ありがとうございます。ワド、うん、ちゃんごめんね。え、どうしたの？何があった？なんで謝るの？ああ、久しぶり、ありがとう、ありがとう。本赤で来る。ああ、ありがとうございます。はじめまして、よっさん。いやいや、こちらがお世話になるんで。はい、忘年会。3日後、4日後だよね。3日後、4日後だね。うん、はじめまして、うん。あ、まあまあ、あの、2時から、あの、ちょっと重大発表をさせていただくんで、本当に。重大発表ってわけでもないけど、まあ、内輪に聞いてもらいたいかな。一回俺の放送好きだったり、見てくれたり、アンチでも全員だね。うん、2時に来てくれた人、うん、あ、いいよ、いいよ。2時に来てくれた人、まあまあ関わった人にちょっと一言、うん、あるかな、言いたいことが。まあ1時間だけ時間をいただければ、うん、まあじゃあ後で会いましょう。ありがとうございます。テスト配信でした。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れです。そっかそっか、アンチ、あの、キツネ枠、そっか、ありがとな。キツネ枠見てくれた人ありがとな。そうだ、キツネ枠のみんなありがとな。お疲れ。